第42回中学生人権作文コンテストの兵庫県大会最優秀賞受賞の皆さんにコメントをいただきました。作文を通して人権について理解を深め、新たな発見をすることができました。表彰式が初めてでめっちゃ緊張したけど楽しかったです。どんな人も誰かにとっての大切な人であることを忘れてはいけないなと思いました。自分の思いをまっすぐ伝えることができたので良かったです。人権が守られるような、世界になってほしいなと思います。とても緊張しましたが、これを機にたくさんの人に人権について考えてほしいです。第42回の作文は神戸地方法務局のホームページにて公開しています。最優秀賞から優秀賞までの作文をぜひご覧ください。たくさんのご応募ありがとうございました。